こんにちは、ソングレターアーティスト足立満です。あなたの手紙に無料で曲をつけますという15周年記念のキャンペーンを現在行っております。今回はキャンペーンソング第19弾をお送りしたいと思います。今回の手紙はですね、ニックネームミカさんという女性の方からなんですけれども、今回もいつものように、手紙に添えられた思いを読ませていただいて、そのまま曲に入らせていただきたいと思います。人には言えない苦しみがありました。決して理解されることのない痛みがありました。でも気づいたら似たようなことで悩み苦しんでいる人たちが周りにいたことに気づきました。私は人生を何度も諦めようとしました。でも生きていたから優しい理解してくれる人たちに出会えた。諦めていた夢も結婚も仲間も全て気づいたら手元にあった。だから今辛い中にいる人たちに諦めないでほしいと思います。その苦しみはいつか乗り越えた時に同じように苦しんでいる人たちのかけがえのない希望になるから。あなたはきっと幸せになれる。今が暗くても諦めないでほしいと思います、という手紙をいただいております。このミカさんがおっしゃってる人には言えない苦しみというのは、具体的に明らかにはされてませんけれども、人それぞれ自分の悩みや苦しみ、辛い気持ちなどに当てはめて聴いていただける曲になったんじゃないかなと思っております。それではミカさんのお手紙を曲にさせていただいたソングレターで、夜が暗いのどうぞお聴きください。夜が暗いのは
しみや悩みが大きければ大きいほど誰にも言えない深い悲しみであればI'm not afraid.